毎年20万人が利用する人気口コミサイト就活会議、3分でできる自己分析ツールやプレゼントは下の概要欄の LINE 公式アカウントからぜひお願いします。本日は元大和証券にお勤めの原田さんにお越しいただいてインタビューさせていただこうと思います。大学は東京理科大学というところで卒業して、新卒で大和証券に入って3年間勤めておりました。上昇志向が強いハングリーな方っていうのと、あとは結構真面目な方で、まあ、金融業界だったら硬いよねみたいなっていうのもまあ一部いるんじゃないかなというのは思ってます。本当にお金に関する知識とかめちゃくちゃついたなっていうのは、それが一番の収穫だったなっていうのは思いますね、うん、今ってその副業とか資産運用って、まあ、20代の人でもどんどんやっていこうっていう流れだと思うんですけど、はい、大和証券にいる中で副業とか資産運用ってできるんですか？基本的に副業は結構やばいですね。やんない方がいいと思います。まあバレるバレないは別としてなんで、まあ、オフィシャルなところで言うと完全 NG だと思います。ただ運用に関しては、社内でも積立 NISA ができるので、基本的なところとか、あとは投資信託は自由に売買することができます。ただし株式に関してはインサイダー情報っていう法律があるので、それに関しては大和証券内では基本的には許可をもらいながら運用するという形になります。なるほど。例えば積立 NISA とかを楽天銀行でやろうとか、そういうのは可能なんですか？可能だとは思いますけど、多分上司に聞いたら、いやうちでやんなって言われるとは思います。なるほど。そこはじゃあ確認が必要なんですね。必要ですけど、多分うちでやってっていうのは暗黙のルールにはなってるのかなと思いますね。その副業 NG っていうところでの後悔はなかったですか？そうですね、副業をしようと、まあ、あんまり思わなかったっていうのもあるんですけど、はい、まだここで金融のことやってた方がいいなっていう、これを見てる大学生あるいは20代の若手がやっておくべき、まあ、資産運用とか何かありますか？資産運用で言ったら、まあ積立 NISA から始めるのがいいのかなとは思います。まあ、運用の方法といえばそこで、まあ株とかを少額でやってみて、なんでこれが上がるのかとか、なんでこれが下がるんだろうとか、ゼミとかと一緒で仮説を立てるんですよね。投資って当たれば成功体験で、失敗体験で分析して、じゃあなんで負けたのか、あこういうことがあったのかってやると、だんだんその運用の腕としては上がっていくので、アメリカ株とかって少額でできるんで、ちょこっとかじっておくぐらいでそれは全然いいと思いますけどね。逆にこれから社会人になるにあたって、まあ大学生から社会人になると一気にお給料どかってもらえるじゃないですか、はい、そういった人がやってしまいがちな落とし穴とか、あこれは気をつけた方がいいぞみたいな、金融の観点からありますか？金融の観点から言うと、大企業に入れば入るほど多分ローンを組めるんですよね、うん、新卒1年目でも会社とか普通に買えるんで、特に大和証券とかの場合はローンについてはちょっと気をつけといた方がいいのかなというふうには思いますね。具体的にローンの何が危ない？そうですね、結局ローンを背負うということは返さなきゃいけないですよね。でも将来自分がやりたいことって多分あると思うんですよ。皆さん新しくじゃフリーランスでやりたいときに貸せません、会社を送るときってもうあなたローン持ってるんですよね、貸せませんとかなっちゃうと、それこそ後悔をしてしまうと思うので、まあご利用は計画的にって最後にね、アコムとかにあると思うんですけど、まあ、本当にそこかなと思いますね。人生とお金をフラットで両方の観点から見つめ直さないと、いきなり増えた、やった、ローン通る、会社買おうはちょっと安直すぎるかなっていうふうには思うので、そこかなと思いますね。わかりました。大和証券で良かった福利厚生とかありますか？福利厚生はまあめちゃくちゃあるなと思って、休暇が取りやすいのもそうですし、あとご結婚されたら大和証券の場合はすごくいろいろサポートがついていて、男性の方でも育児休暇が取れます。お子さんが運動会とか授業参観がある日に休んでいいっていう子供なんとか手当っていうのもあったりとか、はい、いろんな手当があるんですよね、はい、なので福利厚生いいなと思ったのはそこと、まあ、あとやっぱり社宅を借りたりとか、寮に独身の若手は入れるので、そこは固定費削減できるところはすごくいいポイントだなって、さすが大企業だなと思います、ね、ちなみにいくらで住めるんですか？若干違いは出るんですけど、僕のところは5000円で月住めました、光熱費込みで。すごいですね。あれとかはあるんですか？会社の近くに住むとみたいな。会社の家に近くに住むと、若手だったら会社がなんか要望とか聞いて勝手に決めて、そこで多分1万円とかで多分住めるのかな。へえ。先ほどちょっと寮が遠かったっていう話あったじゃないですか、はい、だったら3000円ぐらい払って会社の近くもいいんじゃないと思っちゃったんですけど、その寮って言われたら寮なんですよね。あなたは借り上げですって言われたら借り上げてくれる、嫌だったら自分で借りて出てってくださいっていう感じなので、そこの補助もないはないので。なるほど。そこの縛りはまああるっちゃあるですけど。それどうやって決まるんですかね？自分の視点から確か1時間か1時間何分以内に寮があれば
業務なんですよ。なるほど。でなかったら借り上げっていう形で代表証券が借りてくれるっていう。なるほど。じゃあ基本は寮なんですね。基本はその配属先の近くに寮があればもう多分若手は全員寮になります。また実家になるかなって感じです。年収の推移とかも教えていただいてもいいですか。多分他の金融業界も特に証券は一緒だと思うんですけど、大体入ってきて半人前期間みたいなのがあって、大和だと大体3年目主任になれるんですね。主任の肩書きがあって給料が少しちょっと上がるって感じになってきていて、次は課長代理とかっていう、まあ、役職がつくんですけど、はい、課長代理ってなってくると結構ポーンと上がる、うん、なので入社5、6年目ぐらいまでは正直言うと他のサラリーマンとあんま変わんないです。あくまで給料だけで言ったら変わらないんですけど、うんうん、主任の次の階級になると、まあ、よく上がるよっていうふうには言われてます。大体ざっくりどれぐらいのイメージですか。どうなんですかね。多分主任までが主任までで550ぐらいが多分年収にはなっていて、はい、そこから一気に800ぐらいになるんじゃないですかね。多分上がる。主任がですか。課長代理。課長代理。課長代理がですね。主任まではそんなに上がらないってイメージですか。上がらないんですけど、ここから証券業界のいいところでボーナスのレベルが違うんですよね。成果を出せばボーナスって形で結構もう同じ同期内でもゼロ一桁違う人もいましたし、そこで結構差が出る。でもそれを含めて400から550万ってことですよね。最初は1、2年目400万ちょっとぐらいで、3年目ぐらいになるとそのボーナスのその数字も上がるので、多分500万ぐらいは全然いくかなっていう感じで、そこからさらに頑張るとボーナスとか、あと社内の賞があるんですよ。であれとかでも何十万とか、もう1位取ると100万200万ボーナスは別で出るんで、そこでこう乗ってくるって感じじゃあベースが400から550あって、さらに社内でいい成績取るとプラスで、そうですね、上がるって感じになってます。ずっとと働き続けてる 5,60 代の方々の年収ってどれぐらいまで上がるんですかね。わかんないですけど、その多分50代で働いてる方はもうキャリアハイはもう数十年前に終わってるんですよ、うん、私の視点に伝説みたいな人がいて、その伝説の人でまあ4とか5ぐらいじゃないですかね多分、うん、じゃあ2000万ぐらいまでは目指せる。そうですね、支店長とかになると行くと思いますね。わかりました、ありがとうございます。じゃあちょっと最後に、はい、じゃあ大和証券目指している学生に何か一言アドバイスなり良さなり。まず夢は見れます。そしてめちゃめちゃ成長します。ただよくこう成長したいっていう人いると思うんですけど、絶対成長には成長痛があります。きつい時も普通にきついです。でもその成長を楽しめるっていうのと、大前提個人的にはお金が好きな人が多分向いてると思いますんで、お金のことが扱いたいとか、まあ、自分がお金を稼ぎたいでもそうですし、お金のことについてもっと知りたいとか、そこでかつビジネスマンとしてセールスマンとしても成長したいって人にはすごく向いてると思いますし、大和の人は他の証券会社で、私個人的にはすごくいい人が集まってると思っているので、入ってもうとにかく全力でやっていければちゃんとアドバイスとかサポートをしてくれるんで、ぜひ頑張って皆さん目指してみてください。ありがとうございます。ということで本日は元大和証券にお勤めの原田さんにお話を聞かせていただきました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。原田さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。就活会議の LINE アカウントに登録して3分間で自己分析にチャレンジ、自分の性格、向いてる職種、選考対策をぜひチェックしてみてください。プレゼントも定期的に配信しています。ご視聴いただきありがとうございました。